はいどうもフィールアライブ、どうも太郎でーす。はい、今回ご紹介するすんごいロットがこちら、Presso LTD61MLF になります。こんな感じでね、関西のエリアトラウトの情報やタックルのインプレッションを発信しているチャンネルですので、興味を持った方は通知が届くようにチャンネル登録と高評価をぜひともよろしくお願いします。さあ来ましたね、大和秋の新作。以前ね当チャンネルでもね20周年アニバーサリーモデルをレビューしたんですけども、その時にですね、グリップちょっと手が痛いからLTD バージョンで出ないかなーって言ってたらですね、なんと今回ですね追加モデルで発売しますよということでですね、最初ねインスタの方で情報が入ったんですけども、もうその後ね、ネットで予約入れれる状態になった瞬間にもう迷わず即予約入れちゃいましたね。このロットはねもうかなり期待していいんじゃないかなと思いますね。はい、それではね、価格からいってみましょうか。定価は61,000円と。で、実際の、実売はね、50,000円前半ですかね。いろいろね、ポイント駆使したりとかして、40,000円ぐらいまでなったらすごいいい感じかなと思います。はい、保証書。はい、面積額10,000円と。で、1年間有効ですね。かなり面積額お安いですね。さすが大手といったところでしょうか。では付属品なんですけども、付属のロットケースは相変わらず所有感を満たしてくれる豪華な仕様になってますね。この真ん中のとこがねすごい好きですね。やっぱりプレスを LTD という感じになっております。はい、じゃあね外観いってみますか。グリップはね、プレスをエンブレムいつものやつですね。でカーボングリップになりますかね。名前ちょっと正式名称はあれなんですけども分かってないですけども、こんな感じで、島野さんでいうとこのカーボンモノコックのような感じの作り、かなりね好感度ですね。はい、でちょっとねリールシートのとこプラ感があって何とも言えないんですけども、それを上回るね使用感っていうのはございますので、もうかなりグリップでも満足できる仕様になっておりますね。で特にねこのロックナットのとこすごいかっこいいっすよね。かなり未来チックなデザインになっております。はい、ブランクなんですけどもね、なんか X48 かな、ちょっとね強い構造になってる感じっすね。ちょっと塗装は薄いかなという感じです。もう薄いっていうか、アンサンドですかね。結構ね、やっぱりトルクのあるブランクスですね。で、ガイド数はですね、合計8個ということで、もちろん AGS ガイド搭載という感じになっております。で、61MLF の一番の注目ポイントなんですけども、シリーズ中、最も細いティップにあるんじゃないかなと思いますね。他のラインナップの、L とか UL とかよりも中ブラなのに、一番ティップが穂先がね細いという感じになってます。かなり攻めたセッティングですね。はい。で、ですね、この前ね、レビューさせていただいた24ルビアスを搭載してみました。いやー、2024年コンビね、すんげえ軽いっすね。いや、未だにね、ステラとかをメインに使ってる自分からしたらね、もう、抜群にこのタックルだけ浮いて軽いですね。はい。はい、それではロッド曲げていきましょうか。さあ、2ヶ月も待たされたロットなんでね、もう入魂したい気持ちがもう爆発しそうですわ。はい、それでは行きますよ。3、2、1。キュンです。それでは使用感いってみましょう。やっぱりね、大手ダイワさんのロットなんで、もう細くてトルクのあるブランクスっていうのが、まあ他のメーカーのロットではね、味わえない使用感になっております。でロットの自重もそうなんですけども、まあ、基本的にはかなり軽いので、まあ、1本だけね、LTD、プレッソ LTD だと、まあ、いい意味でも悪い意味でも、使用感のギャップに、まあ、個人的には慣れないというのが、まあ、感想の一つですかね。やっぱりね、キャスト時の、まあ、いい違和感か悪い違和感か分かんないですけどね、まあ、かなり、すごい差が出ちゃいますね。で 61MLF 一番の目玉ポイントだと思うのがこの極細ティップかなと思っててですね、まあ、もちろんねそのティップのおかげで、まあ、食い込みがすごいいいので、まあ、中ブラなんですけども安定してこの SL9 を弾かずに使っていけるっていうのができちゃうんかなと思いますけども、やっぱりねティップが細いとなると俺が気になるっていう方は多いとは思いますが、まあ、今んとこね周りの購入した方がまあティップ折れましたよとかそういう報告も聞かないので、まあ、そこはねやっぱダイワさんの安全基準っていうのをまあ信じて使っていこうかなと思いますね。まあ、かなりやっぱり頑丈なんじゃないかなとは思いますけど、まあ、もちろんね丁寧に扱うことは前提ではございますけどもね。で、前情報でですね、まあ、元のモデルですね20周年アニバーサリーより、まあ、ロッド全体がね若干マイルドな感じになったって言われてたんですけど、まあ実際使用してると、まあ、確かにまあマイルドかなという感じではございますね。なんで前作持ってる方でも、まあ、ちょっとテイスト違うんで買ってみる価値はあるんじゃないかなと思います。でまあ同時期にねグレイウルフの、63MLE でしたっけね、はい、それもねちょっとレビューさせてもらってたんですけども、まあ、やっぱりロットも ML クラスで SL 対応という感じになってたんですけども、まあ比べる方いないとは思いますけどもね、まあ、でも実際やっぱりこの方向性が違うというか、グレーの方がねやっぱトルクフルな感じはあります。やっぱ ML をSL対応したって感じなんですけども、まあちょっと一段階柔らかい感じにはなっちゃうんじゃないですかね。まあ、なので、まあ、両方とももし買う機会があるって方は多分被らないと思いますけどもね、はい。で、このプレストねまあ、前回紹介した時の LTD のどうやったかなちょっとあんま覚えてないんですけども、やっぱりねこのロットねなんか抜群に振り抜けが良くて、まあ、ぶっちゃけキャストってうまくないんですけども、まあ、そんな自分でもね綺麗に振り抜くことができるロットなんですよね。どう作ったらこうなんだかよくわかんないですけども、ちゃんとピュッっていうキャスト時のキレのいい音がしますね。はい、なんでね、まあ、キャスト上手になったって錯覚しちゃいますよね。で、まあ、いつも使ってるロッドに持ち帰ると、全然音はしないんですけどね。はい。まあ、そういうとこもございますよという感じです。はい。今回使用したセッティングなんですけども、ナイロンライン 2.5 ポンドと、RC マイスター SL の 0.355 で実調しました。まずですね、まあ、ナイロンセッティングですね、エステルタックルあるあるなんですけども、まあ、自分はエステルとプラスまあ伸びるライン。まあ、フロロですよね。前回はフロロとかでも使用してますし、まあ、今回からちょっとナイロン試しに使ってるんですけども、まあ、ナイロンセッティングだとね、まあ、少しこっちの合わせとかがちょっとディレイ、まあ、遅れる感じにはなっちゃうので、まあ、マイクロスプーンの方がねしっかり乗せたいなっていう時にやっぱり伸びるラインっていうのを合わせていくといいんじゃないかなと思います。なのでまあ言うたら繊細な釣りですね。もう全然こなせるかなという感じですね。で、まあ、基本的にはね、エステルラインですね。まあ今度 P ラインとかも使っていこうかなと思うんですけども、まあ、伸びの少ないラインが対応のロッドだとは思うので、まあ、万能に使いたいっていうんであれば、エステルラインですね。まあ、エステルラインとそのね、やっぱ本来の ML っぽさがかなり出てくるかなと思います。で、やっぱこのロットね、まあどちらかっていうと、ボトムパンプっていうか、まあ、全体万能よりというよりは、やっぱりリトリーブメインのロットなんじゃないかなとは思いますね。全然できないこともないんですけども、やっぱり SL9 を用いた薪の釣りですよね。まあ、スプーンとかクランクベイト。まあ、ミノーの方もね、どうだろうか。ミノもね、使えんことはないんですよ。やっぱりまあ、よく他のロットのレビュー、柔らかいめのロットのレビューでよく言うんですけども、まあ、GJ はちょっとパワー足りんかなっていうところはありますね。まあ、だから、レイゲンとか、レイゲン、ザッカーとか、まあ、ちょっと引き抵抗の少ない目のミノーって使うのがよしかなと。まあ、レイゲンですね。レイゲンメインで使っていくんなら、かなり使いやすいんじゃないかなと思いますね。まあちょっと一段階他の、ジャンルのルアーですね、縦系とかまあ、バイブレーションとかなんかそういうのは、まあ、ちょっとティップが細いのが影響して使いにくいかなと。まあどちらかというとちょっとソリッドに近いような運用方法にはなってくるっていうか、ルアーセレクトになるんじゃないかなと思います。なんでね、僕はやったとしてもね、メタルバイブの乗せだったりとか、まあダートラン、シャインライドとかを移動距離を短くして使用したい時に使うかなという感じですね。ソリッドのよりもうちょい操作性を高めたいなとかいう時にもかなり重宝するロットなんじゃないかなと思いますね。でも基本的にはね、ML から L の間の SL9 を用いた釣りに使うのが本当ドンピシャなロットかなと思います。はい、ということで今回の 61MLF なんですが、本当ね、インプレッション動画上げる必要あるんかっていうぐらいね、自分の周りで購入してらっしゃる方はめちゃくちゃ多いんですよね。やっぱりもうこの型番ってだけでいいロットって分かって購入してある方多いんですかね。なんでね、意外とプレストシリーズっつうのはね、あんま再販すんの、そこまで回転早い方ではないと思うんですよ。やっぱりなんか、再販どうだろう、半年後とかなんかザラにあるような気はするんでね、もしね、釣り具屋さん店頭で見かけたら、まあ、早めに買っておいた方がいいんじゃないかなとは思いますね。いや、今回このロットね、かなり人気出るんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、あんまり結構強めのロットで SL9 対応機種っていうのがあんま少ないとは思うので、まあ、まだね、まあみんな結構どれがいいかなってなってるとは思うんですよね。ライトクラスだったらやっぱり49キメラとか ULE ですね、ホワイトウルフのあそこら辺がもう完全に覇権を取ってるというか、そういう感じではございますので、まあどうなんですかね、自分もなんか遅れてるとは思うんですけども、まあ、ML ロットで覇権取ってるロットってどうなんやろ、なんかグレイぐらいかな、なんかその、まあMLS もあるか、ホワイトの、まあなんかそこら辺もあるとは思うんですけども、なんか全然そこら辺に食い込めるぐらいね、完成度の高いロットなんじゃないかなと思いますね。まあもうリミテッドシリーズに完成度どうこう語る必要性もないとは思うんですけどね、もう元々がね、いいんでね、やっぱり。今回はね、本当、まあ、待ちに望んだロットというか、まあ、そういう感じでしたね。はい。ということでね、今回は、プレッソリミテッド 61MLF のレビューということでね、いや、もうちょいね、使い込んだら、もう一回ね、また再レビューしたいかなと思いますね。まあ、全然使ってないわけじゃないですよ。常に、まあ、購入してからずっと使ってるんですけどね。まあ、さらにもうちょっと、詰めた、使用方法があったら、ね、また動画にしたいかなと思います。はい、それでは皆さん最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー。